はい、皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回のなおチャンネルはですね、ハイパーダッシュキッズさんの方からどうやら VTR が何やら届いたみたいなんで、ちょっとミニ四駆関連とのことなので、はい、ハンガイさんにちょっとご一緒いただきましてですね、はい、この動画をちょっと一緒に見ていただけたらと思います。わかりました、はい、はい、よろしくお願いします、はい、私も初めて見るんです、はい、はい、よろしくお願いします。最近の電池はでかい。はい、どうもこんにちは、ハイパーダッシュキッズのクーリッキーです。今日はですね、 GR ガレージ西宮さんにやってきております。前回 GR ヤリスナンバーワン決定戦が行われましたが、皆さんご覧になっていただけましたでしょうか。まだ見てないよという方はね、番組概要欄の方にリンクも貼ってますので、ぜひお時間ある時にご覧いただければと思いますが、熱い戦いがありましたね。その熱い戦いを走ったマシンがね、こちらの方に展示されておりますので、まずそちらの方をね、見ていきたいと思います。こちらにGR ヤリスナンバーワン決定戦を戦い抜いた歴代のマシンたちが展示されております。なお、これあのここに来るとね、あの近くで見れますのでね、ぜひ皆さんお越しいただいて見てほしいんですが、何か気づきませんか。そうですね、ハイパーダッシュ基地号がないんです。どこに行ったんだ、どこに行ったんだ、ちょっと2カ所全然ないぞ、全然ないぞ。色褪せた武雄さんがこちらを見ている傷つきますね。ハイパーダッシュどこに行ったんだ、ハイパーダッシュ基地号ということなんですが、こちらですね、はい、これが、ハイパーダッシュ基地号ですね。そしてこちら、懐かしい、イエローの NAO号ということで、なおチャンネルさんのマシンがね、こちらにあります。ということで、今回はハイパーダッシュ基地 VS なおチャンネルで戦っていきたいなと思います。前回ね、なおチャンネルさん、ね、初参戦ということでしたね。ちょっとありましたね、ありましたね、ありましたね、一瞬もできずにということでしたが、いや、これがあったからね、数があるんですね。その時のなおさん、非常に悔しがってたということで、あのミラー配信もね、していただきまして、本当にありがとうございました。で、めちゃめちゃ悔しいっつって、もうその後ね、もうハイボール飲むっつって、ハイボール飲み始めてありましたからね。ちょっと今回は、リベンジマッチということでね、なおチャンネルさんとハイパーダッシュ基地対決しようかなと思ってるんですが、ここでですね、なおチャンネルさん、及川奈緒さんからの、意気込みが届いておりますので、そちらの模様をどうぞ。なるほど、いや、ちょっと半貝さんすごいですね。これの取り方どっちかありますよね。いや、そうなんですよ、あの優しさなのね、それともどこまでもあの落としてくるのか。確かに、でも確かにあのブレーキなしで行ったじゃないですか。で、今回このコース次第ではありますよね。いや、全然、でもそこはちゃんと考えてくれてますよね。で、僕は、クリキさん知ってますけど、はい、優しさの人だと思ってるんで。そうですよね、優しい人ですよね。ちょっと見るの怖いですけどね、はい、これでブレーキなきゃダメなコースだったらちょっとどうすんだって話ですからね。いや、でもじゃあ意気込みとのことですが。そうですよ、これちょっと意気込み大事です、はい、いや、本当ですよね。このコースにもよりますけども、おそらくフラットであると思いますよね、ですよね、と思ってますよ、クリキさん。であれば、なお号絶対に完走しますし、勝ちますよ、クリキさん。あの時の、だってハイパーダッシュ基地号でしょ、ブレーキついてるでしょ、向こうは。ついてたでしょ。ブレーキなくて有利に決まってるじゃないですか。絶対にリベンジしますので、この後出てくるんですよね、おそらくね。ちょっと楽しみな、ね、楽しみですね、はい、ちょっとなんかね、せっかくね、作ったんでね、はい、いい走りをぜひ皆さんに見ていただきたいので、そうそうそう、返り討ちにしてやりましょう。そうですね、優しさをね、優しさをあだに返り討ちにしてやりましょう。そうですよ、はい、ギャーって言わせたいと思います。では、クリキさん、お返しします。及川奈緒さんからのね、熱いメッセージしかと受け取りました。簡単にね、マシン紹介、おさらいにはなっちゃうんですけども、こちらがね、その及川奈緒さんが、作られましたなお号ですね。黄色のね、ホイールに変更されてたりとか、ね、イエローマシンなんですが、これね、ノーブレーキなんですよね。もう止まらないと、はい、私は誰も止められないんだと、ね、そういった、ね、思いが、ね、詰まったマシンでしたが、本当に止まりませんでした、前回。ですので、今回はですね、なんとGR ガレージ西宮さんの常設サーキットなんですが、はい、見えるかな、これ
フラットです。やったー、敷地もね、分かってるな、セッティングどっちも一緒ですので、うちはもうブレーキねガンガンに張ってますよね。ついてるついてる。さあこれがどうなるのか、果たしてリベンジ成功なるかということで、レースの方ね始めていきたいと思います。甘く見てね、ちょっと優しさがね、僕がスタートすると、はい、ハイパラ敷地の空力ちょっとひいきしたんじゃねえかということでね、はい、小川店長に、はい、スタートは小川店長にやっていただきます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、行きましょうか。三振先に勝負させてくださいね。はい、一発勝負でございます。これ、やらせなし一発勝負でございます。いやー、楽しみ。ナオゴーの走りですよ。頑張れ。行きます。レディー、ゴー。うわ、速い。速い、速い。すごい速い。うわー。かっこいい。ほら、すごいじゃないですか。イエーイ。ナオさん勝ちましたよ。勝ちました。ありがとうございます。いや、僕の予想ではね、もうちょっとこう接戦、もしくは全然全然全然、レンチェンがね、白レンチェン、フラットで白レンチェンなので、もしかしたらね、どっちか飛ぶんじゃないかなと思ったんですけどね、ナオゴ決めてきましたね、これ。やったー、やばい。うわー、ちょっとね、ハイパーダッシュ基地としてはめちゃめちゃ悔しいです。本気でいったから、どっちも10連パンパンでいきましたので、ね、それで負けてしまったので、正直に僕は悔しいです。よかった、はい。なおさんどうでしょうか、感想いただければと思います。どうだ、なんか悔しがればいい。いやいや、優しいですね、優しいですね、クリスさん、さすがフラットにしてくれましたね。多分あれ空気読んでくれたんだと思う。そうですね、はい、まあ、嬉しい。ナオゴがちゃんと完走するの初めて見ましたから、どうであれ、うん、初勝利おめでとうございます。やったー、やりました、ハンガイさん、よかった。いやいやいや、ちょっとね、本気で嬉しい、本気で嬉しい、ちょっと感動しちゃった、はい、なんかちょっとちょっと悪夢が蘇りそうでしたよね、一瞬。まあ、早すぎない、早すぎないと思って、正直9割飛ぶな飛ぶなと思いましたよね。思いましたけどスピードありましたね、スピードありましたね、頑張ったな、ナオゴ。いや、なんかますます愛おしくなりました。だから、まあね、もちろんね、初戦ね、敗れたのはもちろん、まあ、ブレーキがなかったっていうのはね、敗因でしたけども、はい、コースさえ違えば、そうです、そう、こういうことですよ、これがナオゴなんだっていうのを見せられましたからそうです、よかったです。クーリキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、嬉しいということで、ナオさん本当にありがとうございました、このね、ハイパーダッシュ基地のマシン、そしてナオチャンネルさんのこのナオゴはですね、GR ガレージ西宮さんの方で、こういう形でね、歴代のマシンとかと一緒に展示されておりますので、ぜひね、見たいよという方、本物のマシンが見たいよという方はね、 GR ガレージ西宮さんの方まで、お越しいただければと思います。いろいろ物販もね、あります。さっき見たらね、ジャパンカップのカーボンとかね、あったから、ね、要チェックでございます。はい、ということで今回のハイパーダッシュ基地は、なおチャンネルコラボということで、ガチの勝負をして、ハイパーダッシュ基地が負けたという動画でございました。これからもね、みんなよく頑張っていこうと思いますので、ハイパーダッシュ基地、そしてなおチャンネルともどもによろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。一応カメラ止めてからね、もう一回レースしたんですけどね、2回実は待ってました実はそう、実はね、もう一回撮ったんですけどね、2回目も負けたんで、はい、ガチで負けてます。はい、いやー、いやー、気持ちがいいですね、気持ちいいですねこれね、ハイパーダッシュ基地さん、クーリキさんね、うん、エキシビオンって言ってましたけど、はいはい、これ僕らからしたらね、はい、前哨戦でしかない。そうですよね。これね、実は、はい、実はこの次のね、うん、JR ヤリスに向けて、はい、もうすでに車作って。もう作りましたからね。もちろん皆さんご覧になってくれてますよね。はい、ぜひ見てくださいね。ナオゴ2をね、もう悔しさがあって、あの悔しさがあったから2があるんですよね。そうです。ね。もうあれを踏まえての。そう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 。逆にありがとうございますって感じですよね。これからですナオチャンネルのエピソード2、はい、そうです、まだまだ続きますよ、はい、まだまだ続きます。次はね、はい、もうちょっとそうですね、エキシビジョンで勝ったではないですね、公式に勝ったちゃんと、はいはい、勝ちますので、こちらですね、10月29日についにナオゴ2走りますのでねぜひチェックしてくださいね、もう楽しみですね。ちょっと強気に言い過ぎてて今ちょっと怖いんですけどそんなにすごくないだろうと思ってドキドキはしてますけどすいませんね、ごめんなさいね、すいませんね、ちょっと大きく言っちゃったんですけどもでもね、こう美味しいハイボールを飲みたいですね。そうですね、前回ちょっとね、はい、涙の味がしたのでね、そうそうそう、はい、もうお酒解禁ですしね。そうです、そうです、もうそうです、はい
はい、うん、もうちょっと美味しい祝杯あげられるように、ね、2回戦、3回戦とこうどんどんね、そうですよ、どんどん濃くなっていっちゃうから、そう、どんどん飲んじゃうからね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、ね、皆さん楽しんでいただければ期待してていいかなと思います、はい、思います。なおチャンネルの方でもねちょっと追っていきたいと思ってますのでね、あのミラー配信もまたできたらなと思ってますけども、ちょっとうまくできたらいいなと思ってますので、はいはい、ハンガイさんもぜひその時には電話でまたお電話させてもらうかもしれない、はい、すみませんお忙しいと思うんですけど、はい、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、さよなら。